こんばんは、かなめです。今日も日本の誇りを取り戻す。東京都知事選挙は7月5日にあります。今日はですね、その候補者である幸福実現党の七海ひろ子さんをご紹介したいと思います。ちなみにですね、前回は現職の小池百合子さんと、日本第一党の桜井誠さん、そして日本維新の会推薦の小野泰輔さん、そして立憲党共産党推薦の宇都宮健二さん、そして令和新選組の山本太郎さん、こちらの方々もご紹介しました。こちらも合わせてご覧ください。はい、それではやっていきましょう。幸福実現党の七海ひろ子さんのご紹介です。七海ひろ子さんは1984年東京都中央区で生まれ、現在35歳とですね、今回の都知事選候補者としてはかなり若いですね。七海さんはですね、小学校に上がる頃に湾岸戦争が始まり、連日ニュースで報道されているそのイラクの情勢に対して、なぜ戦争が起きてしまうんだろうと幼心に考えていたそうです。そしてですね、ご両親から一生懸命働いて国のために税金を納める大切さを教えられて、そのためかいつかは社会の役に立ちたいと考えるようになったそうです。その後、七海さんは慶応女子高校、そして慶応大学を経て株式会社 NTT データに就職しました。その後、2009年幸福実現党の立党の年に合わせて幸福実現党に入党されたということなんです。そしてですね、2014年には初の国政への挑戦をし、選挙の出馬は今回の都知事選で6回目だそうなんですね。そして実は前回の2016年の都知事選挙にも出馬されているんです。はい、それではですね、七海さんの政治思想や政策、そして公約を簡単にご紹介していきたいと思います。七海さんはですね、今回の都知事選では大きく2つ柱を掲げています。1つ目が減税、そして2つ目が国防です。はい、この減税と国防を東京都政で絶対に実現させる必要があるとしています。まず一つ目の減税についてです。税金を安くしてですね、小さな政府にして民間の力で国を強くしていこうというものです。現在世界中でパンデミックが起きているあれで街に人がいなくなった東京なんですが、本当にですね、危機的な経済状況、そして特に企業が大打撃を受けているんですね。東京のですね、財政はですね、法人の税収がですね、3割を占めていると言ってですね、東京は本当に企業にかかっていると言っても過言ではない状況なんですね、財政状況が。このままではですね、来年以降企業の倒産とともに東京都の税収は下がっていく一方なんですね。そんな中、税金を下げる減税というものを断行して、まずは企業がサバイバルできるようにする、企業が生きることを生き残ることができるようにしていくということなんです。現在確かにですね、国や都からは協力金だったり、支援金だったりが出ていますが、このお金はですね、あくまでも一時しのぎに過ぎず、アレーショックが終わった後にどうせね、増税されるじゃないですか。増税されると予想した場合、どんどんね、都民だったり国民だったりのその財布の紐っていうのは締まっていっちゃうんです。未来が明るくなければ、東京都、そして日本の国民がどんどん貧乏になっていく、もうこういう悪循環なんですね。未来を明るくするにはどうすればいいか、これが一つの大きな柱の減税なんです。具体的なものとしては、都民税や固定資産税、さらには住民税などを下げるとしており、東京がまずは減税の姿勢を示して、東京を元にしてだんだんこう全国に、地方にも減税の流れを作っていくだそうです。はい、七海さんの一つの柱である減税なんですが、皆さん多分おそらくもうこのチャンネルをいつも見てくださる方よくご存知だと思うんですけれども、僕は減税に大賛成なんですね。日本はですね、1980年代、そして90年代からどんどん無駄な公共事業を増やし、国民のための政策ではなくですね、政治家だったり、その政治家の周りにいる界隈のその既得権益層のための政治をしてきました。その結果どうなったと思いますか？その結果ですね、行政は肥大化し、規制がこうわんさか作られたことによって、その民間企業の国際競争力が低下、失われた30年を作ってしまいました。そしてですね、現在もその失われた30年は終わってないですよ。その原因がですね、その失われた30年の原因の一つが、日本の成長を阻害する岩盤規制があることにこれ起因してるんですよ。皆さんですね、規制というものはですね、ルールを作る方の政治家だったり、政治家の周りにいる既得権益層の既得権益層にはいいものなんですが、僕たち一般庶民には敵以外の何者でもありません。税金、血税ですよ。その血税を国民から吸い上げて、規制にぶら下がった大きな政府を作った自民党政治はもう限界まで来ています。日本がですね、国際社会のプレイヤーとしてもう一度君臨するためには、この減税をして小さな政府で国を起こす必要があります。こういうわけでですね、七海さんのこの減税は僕は大賛成なんですね。ちなみにですね、規制緩和とか、規制撤廃とか民営化とか聞くと、結構たまにアレルギーの方がたまにいらっしゃると思うんですね。規制緩和とか、小泉内閣の時のあの小泉と竹中の政策のやつだろうとかね、いう方いらっしゃると思うんですが、あれはですね、あの
規制緩和じゃないですよ。あれは円弧、円弧自由主義政策なので、規制緩和は中途半端だったんですよ。つまりですね、日本では戦後、適切な規制緩和、適切な規制の撤廃が行われたことないんですね。民間でやれることは民間に任せて市場メカニズムを導入する、そして国際社会で日本を取り戻す、このためにですね、日本の社会主義的な法律だったり岩盤規制だったり、この統制経済をね取っ払う、これが日本経済の復活の筋道なんです。七海さんの公約である一つの柱、この減税はこの規制撤廃にも大きく絡んでいくと思われます。はい、さて次は七海さんの二つ目の柱、国防の強化についてです。幸福実現党の国防政策はですね、基本的には日米同盟を軸にするんですが、その中でも自分の国は自分で守る、憲法改正や国防軍の創設を目指しているんですね。ここでですね、とりわけ今回の都知事選の公約の中では、その中でも特に脱中国を掲げて国防につなげていくとしています。現在小池都知事は中国共産党北京にべったりだと言います。七海さんはですね、あれが日本でも流行し始めた時に小池都知事が中国に防護服を大量に送ったことを批判されています。そんな中国共産党に媚びを売りまくりの東京を自立させるためにはですね、まずは日本への企業回帰を目指すとしています。中国から日本への企業回帰です。その施策のためにですね、もともと中国に生産拠点を置く企業がもし東京に回帰して日本で生産してくれれば、回帰してくれたお礼として、まあ、減税をするとしています。中国のお金、経済力で奪われていく日本の企業や優秀な人員を取り戻す戦略です。そしてさらにですね、香港の現在の状況を鑑み、あの金融センター、金融自由都市が崩壊しそうなので、その代わりを東京がやるべきだと主張されています。世界の中での強い東京を作るという感じでしょうか。そして尖閣諸島問題については毅然とした態度で中国とやり合っていくとしています。尖閣諸島問題ってよく聞くけど何って方はこちらの動画をご覧ください。コメント欄に貼っておきますね。国防については以上です。中国依存を徐々に減らしていきながら、現実的に憲法改正などをしながら国を守っていくという公約政策です。はい、以上が七海弘子さんの2つの柱、減税と国防の強化でした。ここからは完全に個人的なことなんですけれども、今回の都知事選でのその候補者の中で、七海弘子さんが僕は一番その政治思想だったり政策が自分に近いなと感じました。特にですね、減税と規制の撤廃、国防の強化、僕はこれは大賛成なんです。今日本にはですね、日本の国力をつけていくにはですね、アメリカのトランプ政権のね、共和党のような政策が必要なんです。それに近いのが幸福実現党の七海さんかなと思います。ちなみにですね、歴史ある日本の皇室を守っていくという主張もそうですし、靖国神社の参拝も当然だとしているんで、日本第一党の桜井誠さんももちろんめちゃくちゃいいですよね。そして維新推薦の小野さんもいいですが、幸福実現党の七海弘子さんも僕は魅力的な候補者だと僭越ながら思いました。はい、今日は幸福実現党の七海弘子さんの公約紹介でした。最後までご清聴ありがとうございました。このチャンネル登録とあとグッドボタンお願いします。明日も日本の誇りを取り戻す。じゃあ最初にですね、こんばんは、かなめですと言ったんですけれども、ただいまの時刻はですね、7時ちょうど回ったぐらいなんですね。今日はですね、これから久しぶりに大学の時の、先輩と後輩とドライブに行ってきます。雨ですけどね、外雨ですけどね。